争いがないことを平和と呼ぶなら、あの頃のこの国は平和だったのだろう。5つのギルドは水面下で揉めてこそいるが、空は高く、水は澄み、人々の笑顔が街を行き交う。それに俺には大切な相手が隣にいてくれた。あの日々を愛してさえいた。そんな全ての思い込みは脆く、あっけなく燃えて落ちる。ソーランガ・カンセシナはラフォージ、イズニア国、前代未聞の最悪、ラフォージ・ソーラン。未曾有の悪意は正義の剣で覗かれたと民は言う。汚れは覗かれ、新しき時代に国とギルドは踏み出したと。人もギルドの関係も変わり、誰もが先へと進んでいく中、俺の手にはまだあの時の英雄を否定し世界を救った感触がこびりついて、ってますね、団長。まったくだ。そちらの具合は？東の第3部隊が57、西の第4部隊が40と9で、中央の俺第1部隊が83。つまりお祭り騒ぎです。避難誘導もしてますからね。手が足りないのなんの、新生ブレイドライツ始まって以来の総動員ですよ。聖兵だな、我らが騎士団は。歴も浅い新団長を力強く支えてくれる。冗談を、あなたが頭だからこその働きですとも。あの後に残ったやつ、加わったやつ、全員同じ気持ちです。こちら側は片付いた。行くぞ。了解、随伴させていただきます。しかし災難にも程があるでしょう。今日はせっかくのギルド会議だったのに。直前になって魔導生物の大量発生、街路は塞がれるわ、危なっかしくてゴンドラも使えないわのてんてこまいだ。まあこの程度で開催地までたどり着けない軟弱がギルド庁にいるわけもないんですけど。同時にこの混乱を捨ておき、民を無視したまま会議を行おうとする者も今のギルド庁にはいない。ギルド会議の開催予定まで2刻、それまでにこいつらを平らげる。ああ、そしたらブレイドライツ騎士団はね、いい土産話を持っていけますね。
長らく形骸化してたけど、近年復活したギルド会議、イズニア国が取り組む課題への話し合いは、古くはギルド間の趨勢を占う場だったとか。今回の課題は復興後だからこその清掃でしたよね。魔導生物の大片付け、俺たちのダントツですよ。いや、ダントツじゃないか。武力と殲滅力ならトップのやつがいるんだった。自分対他の全ギルドで釣り合っちまう反則が。そうだな、今回のように片端から数をこなす総統では彼ほど向いているものはいない。だが集団の連携でより多くの民に手を伸ばすなら、我々ブレードライツに一律の長がある。倒した数ではなく救う数を誇るとしよう。すね、さすが団長、いいことおっしゃる。でかい汚れの代わりに広く綺麗にしていきますか。しかしこの討伐を総じとするなら、一箇所に集めまとめて済ませたかったところだ。国中の同時多発発生、こうも散らばられていては手間がかかる。それ同意です。万が一逃げられでもしたら厄介だし、回って回ってその都度作業なのはしんどいったら。惜しいな、団長が例の剣を使えばもっと話も早かったろうに。過ぎた力だ。抜き放つ時、救いより多くの破滅を撒き散らす類のな。あれはそこにあり、抜かれないことにこそ意味がある。だから団長も持たないし、他の団員にも触らせない。真実も嘘も本部で厳重に保管するですよね。すいません、軽口が過ぎました。それにブレードライツの光はその程度で限りなどしない。そうだろ、第一部隊長。あは、そんな風に言われたら答えないわけにはです。しかしですね、新団長殿、ちょっと前ならまだしも、今のギルド間では威嚇も牽制もいらないとはいえ、限度があるでしょう。なんの奇妙もないし露骨すぎますけど、今回のお祭り、どう考えても連中の仕業ですよね。疑うな、という方が無理だな。イズニア国において魔導生物を生み出す術はマギス高血界のみが持つ。出現と処理の苦情をどれだけ我らも受けてきたか。でしょ、しかも連中こんな事態になってるのに姿も見せない。これが事故で合わす顔がないならまだいいです。大慌てで処理する俺たちの反応まで見て、実験だとかで記録してんじゃないですかね。
やりかねないと思うのはわかるが、自分たちの王様参加する会合を阻害するような日にことを起こすかとも感じる。それにだ、魔導士の美麗だけを求めていたマギスと今の彼女たちは異なる。じゃあですよ、そのオーサー本人が引き起こした事態だってんなら、あの見えっ張りで選ぶりたいお嬢が望む成果を用意できなかったんで、会議の開催をうやむやにしようとしてるとか、どうです？それは、釘させるくらいの功績は持っといて損はないって話ですよ。あの騒乱の後、連中も変わりましたし、ブレイドライツ騎士団にも負い目がありますけどね。それとこれとじゃ事情が違う。心変わりはあっても相変わらず研究と実験好きな美麗のお嬢様とお仲間たちには多少慎みってやつを覚えていただかないと。分かった、その意思も俺が背負い持っていく。ギルド会議に届けよう。頼みますよ。堅物で口数の少ない団長はただでさえ美麗のお嬢との絶戦は分が悪いんですから。努力する。団長、すまない、少し用事ができた。なるほどね、察しました。了解、行ってきてください。我らが団長、あとはどうぞご心配なく。頼んだ。さて、セタスロー、互いに時間は無限ではあるまい。要件を聞こう。騎士の牙城にて異質なる力が振動せん、間に合いたくば急げ、あるいは別の道もある。そうか、ありがとう。君たちには助けられる。これからもよろしく頼む。ブレードライツ騎士団、月の舞台よ。無用だ、その名はすでに過去の残光。今はもう我らの誰もそれを取り戻すつもりはない。我らはリオード・ブラックの弟子にして同志、誇り高き暁を目指し続ける者、無行なり。その偉大さが分かった今、何の恩も返しようがないというのは歯がゆいな。どうか安らかにあれ。闇の禅を目指し続けた月光の騎士、あなたの志もまた俺が背負う。もぬけの殻か、随分と手際がいい。まさしく電光石火の犯行だな。団長、魔導生物は片付いたか？大方はね、動いていたのは俺らだけじゃないもんで、さすがにやりますね、近郊の新看板。
それよりこれです。俺らにとってはこっちです。なんてありさまですか。これ随分とすっきりしましたね。そこんとこ。ああ、ブレードライツで管理していた真実と嘘の剣が持ち去られた。表で本部警備の第二部隊連中に聞きましたよ。ここを警備してた隊長の行方が知れない。扉の前にあったのはあれ、あいつの血痕だって。一つお尋ねしてよろしいですか。この事態、このタイミング、偶然と思います。基盤も警備も最大まで割かなきゃいけない魔導生物大反乱の日に本部に侵入されて騒乱の剣が盗まれたのが。そろそろ刻限だ。大方の駆除も済んだのであれば、あとは頼む。俺はこれからギルド会議に向かわねばならない。団長、この事態はまだ第二部隊とお前の胸に秘めてほしい。知れれば民に動揺が走る。ブレードライツ騎士団の信用は再び失墜し、何より騒乱の再来を恐怖させてしまうだろう。第一部隊長、返事を願う。分かってますよ。大丈夫です。こういう時の団長に何の考えもないわけがない。あなたの命令に正義が欠けているはずがないってね。ただちょっと悔しかっただけです。なんでこれは、すみません、言わしてもらいます。了解。命令は聞くさ。だけどよ、本当に困ったらそん時はちゃんと頼れよ、セタス。ただでさえ一人で抱えようとしすぎな不器用野郎。これは部下の隊長としてじゃない、入団同期の言葉だ。返事は？ああ、俺の方こそ忘れないよ。セタス・ローにはあまりにも多くが染みついている。だからこそここに立っているということをな。喪失でイズニア国を揺るがした。均衡を破ったとも言える。特に本部も構成員も長も消え去ったエスカマリ。しかし彼らが残したものは瓦礫の下から芽吹いた。当主マーロン・メディアンに恩ある者が集い、ギルド間の争いの際取り立てていた罰金を用い、神聖エスカマリは基金を設立し復興の立役者となった。世界には元に戻ろうとする力があるという。大きく乱れた国に、人心に均衡を戻すため、そうしたものが働いたのかもしれない。そんな神聖エスカマリを語る上で最も欠かせないもの、
神なき時代に差し伸べられた人を救う規律の手のその代わり、そいつを端的に言うのなら、人と触れ合う関係性になれず、どこまで頑張るのかの抑えどころを知らない奴だ。生物だらけじゃねえか。ご安心ください。先日加入していただいた健康保険はですね、こういう事態での損害もバッチリ保証しますので。そいつは嬉しいな。金の心配で済む問題で終わればいいんだがよ。エスカマリの主な役割ですから。なんなのよもう。今日せっかくうちの商店の再開日なのに、これじゃあ店も品も台無しじゃないの。ご安心を、奥様。エスカマリの融資とご相談を受けておられるからには、アフターケアについても当ギルドが協力しますので。本当？言ったわね。じゃあ今すぐこいつらどうにかして。準備した商品もお客の熱も台無しになる前に。ご無理をおっしゃられる。当ギルド財力は潤沢ですが、腕力はからっきしですので。やめとけ。そいつ泣いてるだろ。倒すのがあれで、数がそれなりにいて。だったら、こうか。出力、もっと絞ってもよかったか。難しいな。それにしてもこの手応え、もしかしてそういうことか。すげえすげえ、やるじゃねえかニコラ。さすが俺をぶっ飛ばした男。スカッとするねあんたの戦い。まるでショーの特等席だよ。どうも。騒ぐのは別に良くないけど、今はいいから。なんかあったら呼べよ。知らせてくれなきゃ守れない。ニコラさん、助かりました。さすがは我らの総主代理、金衡の腕、値千金の強さ、惚れ惚れいたします。得意先回ってる時に災難だったな。とりあえず任せとけ。金勘定はできないけど、こういうことなら俺の仕事だ。まあこいつ頼む。
ですよね、あの方は。先代宗主の後を継ぎ役を担うとおっしゃったニコラ様、彼が後ろ盾となってくださるおかげで今のエスカマリは圧力にも屈さず均衡活動ができる。感謝してもしきれません。本当になんて頼りがいのある。朝から何も食ってなかったもんな。限界、やっぱり来たか。鉱石の持ち合わせは？ありません。仕方ないじゃないですか。こんなことになるなんて誰が思いますか。ペコペコ。私、飴玉あるよ、あげる。いい、それはお前が食って力つけろ。そんであの魔導生物倒してくれ。今回の魔導生物さ、前のマギスの実験で出てたのよりはっきり弱い。攻撃もしてこないし、誰でも簡単に倒せる。1000体くらい倒してきたから間違いない。聞きましたか、皆々様方、どうかご協力を。宗主代理の太鼓判ありならば、これは体を動かす良き機会と存じます。おお、任せな。何と言っても俺は一度は禁絶に挑んだ男だぜ。早い者勝ちの鬱憤晴らしかい。私の門出を邪魔し腐った連中にお礼と行くかね。おいおい、私も行く。ニコラごっこだ。周り命がごとく、噛みつき蛇のごとく。これで魔導生物はどうにかなるな。清掃の面目も一応立った。なあ、これからこっちはギルド会議に向かうからさ、いいとこまで片付いたらいい具合にまとめといて、みんなすっきりして心の均衡を戻すにはチャンスだ。殴るだの魔法だのはできなくても、段取りとか手続きとかは得意だろ、エスカマリ。あんたらやあいつが知ってた人のための説法は、俺は結構楽しかった。承知いたしました。誠心誠意エスカマリを務めさせていただきます。うん、まあほどほどに頑張れ。お待ちを。ギルド会議前にエスカマリへお立ち寄りいただき、鉱石の補充を。やめとく。普段ならそうするけど、今回は遅刻できない。多分俺がずれると他の歯車も狂うんだ。じゃあな。宗主代理、そろそろ落ち着いてきたな。この祭りも騎士団も働いてるし、みんなでやれば早いか。さて、正念場はここからこの後か。はあ、腹減った。はあ。
眠い。どうにかなるだろう。別に俺だけで解決する問題じゃないもんな。再起したものがあり、申請したものがある。その中で依然健在なものもある。表向き無行とブレードライツの戦いだった騒乱に不干渉を表明、防衛の迎撃を果たしたマギス高潔会。だが炎の災禍を退けながらもマギスは変わった。自ら炎に躍り出て戦ったおさたる少女の方針で、研究を内に閉じていた魔導士たちは成果を持ち、国の復興への協力を名乗り出た。豊かな運河の魔力なくして今の復興は語れない。組織は健在、長も不変、何一つ欠けぬまま、いわく彼女らは新たな実験を始めた。今がどうあれ忘れてはならない。油断はできない。どう変わろうと魔導士は優れれば優れるほど己の血こそ優先すると彼女は示し続けてきたのだから。エレナー様、どうです、おりましたか。それが結局研究室にも姿は見えず、ああ一体どうなされたのか。我々も預かり知らぬ突然の魔導生物大反乱、ギルド会議の予定も迫る中での急な不在。このままオサたちを迎えればマギスの信頼は失墜だ。エレナー様、騒乱以降ますます奔放になられて、頻繁に外に出られるようになってからは魔力での追跡感知で追い切れぬこともしばしば。こんなのなんて素晴らしい。この自由さこそエレノア様、なれば現状も我々への試練というべき。大会議室の準備も抜かりなく済ませましょう。機関地にお褒めいただけますように。いってらっしゃいませ、エレノア様。マギスの威信をかけた朗報、期待しております。ああ、晴天かな、清廉かな。空は青く澄み渡り、水に清く魔力は巡る。こうした日を吉日と呼ぶ。私も今はそういう情緒を返すのだ。わかるかね。そうかそうか、何を言っているのかわからんな。会話を行うように作っていないので当然だが。恒星魔力反応中心確実式存在属性を分析。問題はない、滞りない、描いた通りの性能だ。研究協力に感謝する。では。
同種を発見後群れを形成、生命体とりわけ人体の生命エネルギーを感知し、当該対象へ無防備な接近を行う。思考ルーチンの正常な動作を確認。喜べ、栄光をくれてやる。私の研鑽の糧となれる至上の誉れだ。では最も楽しみな確認へ向かうとするか。おや、これは、なるほど。違うな。現れるべきは民に撃退されるための調整種ではない。いや、いてはならないのだ、この縄張りにだけは。川床へ潜み、高い魔力に反応して現れるはずの今回の目玉、私ですら手を焼く主はどこへ消えた。そりゃ釣られたからに決まってる。あ、残念だったね。おっと、めでたいねと言うべきだね。果たして一体誰が何を釣ったのか、誰が何に釣られたのか。ヒヒヒヒヒヒ。そうか、釣られたか。ではあとは穴場の露店で手土産でも買って帰ればいいというわけだな。毎度あり。お代はちゃんと持ってきたかい？持ってきたとも、ごつくばりめ。水食い鳥の涙、つくもぎの枯葉、闇ネズミの尾、異界野人の考察論文、ヴァンパイアレポートだ。すべてがすべて魔導士にとっては秘宝の類。一つ取ってもその価値、城一つにはくだらんぞ。それほどの品を要求したのはそっちだろ。仕入れの手間も交渉も面倒だったんだよ。こっちは大負けに負けてやってるくらいさ。どれどれ。確かにどれもこれも本物だ。論文だけは後のお楽しみにとっとこう。最後に確認しとくよ、これ本当にいただいちまっていいんだね。猛録したか。条件を聞いた時すでに答えてある。新しい地点へ至るために消費を惜しむ魔導士はいない。私にとっては今のイズニア国がそうなのだ。じゃあこっちも同じく返そうかね。変わったじゃないか、エレノア・グローリア。私が知るお前は地の事情など知ったことじゃない。天だけを睨む美しい花だった。ふん、今の私が美麗の象徴に値せずと。とんでもない、美麗に加えて可憐になったと言ってるのさ。ほらよ。これは確かに負けてもらったな。
これほどの高純度、含有量の魔力結晶、エネルギー源としても宝石としても値などつけるは愚の所業だ。差額は権量さ。これからのイズニア国、あんたが作る魔導士の未来への。エレノア、エレノア・グローリア、こうあらねばならないなんて伝統はね、過ぎればただのしつこい汚れだ。こすってもこすっても落ちないシミと変わりゃしない。あんたの変化悪くないさね。新しいものは古いものなんざ追い越して上へ先へ進んで塗り替えてくれなくっちゃ。自分の不可能を痛快に覆してもらえるからこそ、私らみたいなもんは隠居しがいがあるってものさ。金言書に記しておこう。世話になった。最後のピースを手に入れ、祭りもいよいよ大詰めだ。厳重な結界で守られたこの場所に余波など届くべくもないが、また手土産と土産話でも持って会いに来よう。息災で咲いてやれ、マギス高血会先代主席。その時は本来の姿のあなたと会いたいものだ。綺麗にわがままに自分らしく咲きな、エレノア。私が見惚れた魔導士の未来。そろそろマギス高血会に着くか。ふん。よう。ニコラ・アデル、君も今到着か。どうにかな。会議に集まるなんて毎回面倒なんだけど、今日のはいつにも増して疲れた。報告は受けている。町を守るためよほど戦ったようだな。激しい消耗が見られる。まあ言ったよ、食ってる暇もなくてさ。会議くらいならできるから居眠りしないようにする。そっちは先についてると思った。ああ、少し薄物についての対応があってな。しっかり探したかったが時間がなく後回しだ。そっか、お互いさっさと終わらせて戻ろうぜ。ご苦労さん、通っていいか。前から思っていたのだが、君は彼と親しげだな。仲がよく見える。気のいいやつだよ。目を見りゃわかる。人よりずっとわかりやすい。つぶらだな。ようこそおいでくださいました。ブレイドライツ騎士団長、セタス・ロー様、エスカマリ総主代理、ニコラ・アデル様。
我ら両名ギルド会議にて参上した。マギス高血会主席エレノア・グローリアは在籍か。お二人の到着今か今かと待ちかねておられます。どうぞこちらに。大会議室へご案内しましょう。その後ですが、本日は緊急の通達がありまして、会議中我々はマギス高血会本部を離れます。へえ、つまりしばらくここには俺たち三人だけになるのか。ご不便をおかけしますが、何卒ご容赦くださいませ。では参りましょう。どう思うセタス。感心だな。あれはあれで下のものをよく考えている。巻き込まぬようにとの人払いだろう。彼女にとってマギス高血会のものは導く門弟にあたる。身内に優しいのは相変わらずだ。その優しいってのが魔導士ならではの基準なのが厄介だけどな。よくぞ来た。ご足労だったなギルド長ども。そこは愛子だろ。ギルド会議はもともとエスカマリでやるもんだったけど、立て直しの後、今のあそこは営業所だ。ブレードライツの弊社も機密性の高い会合には無関。場所の提供感謝している。いいぞ、美徳をわきまえているな。始めるとしようか。神聖イズニア国の明日を占う今回のギルド会議は。いいね、ちょいとそいつに混ぜてもらうとするかな。飛び入りだが構わんでしょ。ギリギリ間に合ったってことで。あ、まだ残ってたか。消えろ。逃げたろお前。健在そうで何よりだ。現隊への復帰報告は行ったか、第二部隊長。おかげさまでね、団長。つい先ほど国境で待機中の伝令に会ってきましたよ。準備は整った。これからガン首揃えてる烏合どもの命を手土産にそちらの国へ正式に亡命いたしますってね。珍しくもない国賊ですとの自己紹介か。騒乱で国の威信が落ちればこの手の輩が湧くものだ。で、ナギスの門番を倒せるという力自慢は結構だが、三人の長を相手とするその無謀をいかに逆転する。逆転ならもうしてる。ニコラ、禁絶の腹減り癖は今はイズニア国の誰もが承知だ。騒乱の後本人にも隠そうって気がなかったからな。頑張ってたね、
似合いもしない金鉱の真似事を。ああ、補給の暇もなかったし、戻っても無駄だったぜ。エスカマリの鉱石保管庫は騒ぎに乗じて潰してある。心外だな。我らが戦力としてそいつに劣ると。おや、エレノア・グローリア、今回の魔導生物の大反乱を引き起こしたのはお前だったな。今回のギルド会議の議題は清掃。イズニア国の川に溜まった魔力の淀みを片付けるために魔導生物にして抽出した。密かに出かけて準備してな。覗き見とは趣味が悪い。ついでに手癖も行儀もだ。騎士と名乗るにはおこがましい品性のようだな、貴様。抽出された魔導生物は大方無害で一般人でも掃除できる雑魚だが、こいつは違う。マギスの連中が総出で復興のためにとかで使った魔力の余り物だろうが大量の寄せ集め、総力の結晶。お前の術式でも弾くそいつは今俺に忠実なペットだ。最初に接触した膨大な魔力の持ち主に服従する習性、始末のための対策、ありがたく利用させてもらってるぜ。膨大な魔力、マギス高血界の長に比するほどの。知ってるよな団長。当然だ、当然すぎる。こいつはてめえが腐らせようとしたもんだからな。イズニア国の司法、刃にして最上の魔道具、真実と嘘の喧嘩。なるほど、束ねられた力というならばそれに勝るものはない。すげえんだよ。腰に刺してるだけでこの影響だ。いざ抜いたらどれだけのことができちまうんだろうな。それが動機か。強大な力に飲まれたか。だってね、誰がどう考えたってもったいねえだろう。惜しかった。理解できなかった。真実と嘘の剣を眠らせっぱなしにする判断が。重いぞ、それは。それを手に取る意味を本当に分かっているのか。分かってるさ、あんたよりはるかにな。振るわれない剣は箒に劣るってことくらい。あっちの国に行けばいくらでも使わせてくれるんだと。倒してもらいてえ敵が山ほどいて、切りまくっていいって言われたんだよ。俺が。ずっとパッとしなかった俺が英雄になれるんだって。第二部隊長、同じ正義を見つめた同志として一度だけ警告、いや忠告する。それを受け英雄になろうなどと考えるな。
誰にどんな口聞いてやがるんだ獣面。状況分かってねえな、ガン首揃えた獲物がよ。話に乗ってからどれだけ耐えたか、どれだけ待ったか、ようやくこの時が来た。真実と嘘の剣、魔導士殺しの魔導生物、雑魚相手に力を使い果たしたデクノボ。てめえらまとめて掃除して門出の祝いで手土産だ。どいつもこいつも俺の功績になりやがる。エスカマリに手を出したって言ってたな。じゃあこれは俺の仕事だ。あいつに代わってやるべきことだ。待て、おい待て、何してる、なんで動ける、戦える。てめえ近絶、お前確かに燃料切れで補給の暇も。はあ、ああエレノア、そこにあったんで勝手に食っちまったけど、よかったか。いいに決まっているとも、ニコラーデル。他でもない、貴様のために用意した茶受けだ。私が弟子をねぎらうなら、とびきりの紅茶にケーキだと相場が決まっているのだが、もてなしは人によらねばな。高純度魔力含有結晶、たらふく食らえ。どうだ、根もつけられん天井の美味だろ。美味とかはわからないけど、もてなしてくれる心は伝わったよ。ごちそうさん、腹も力もいっぱいになった。そんじゃ恩返しだ。俺の問題を解決してくれた代わりに、お前の厄介を俺の力で片付ける。回れ命がごとく、噛みつけ蛇のごとく、摂理の逆転、楔の気候、我こそは相反する奇跡。俺の魔導生物が。仮定に基づく検証完了。やはりだな、魔導の力を無効とする魔力の塊だろうと。別の断りを軸とする別世界の力はその限りではない。喜ばしいな、この私の手で逆転するべきテーマがまた増えた。見ての通りだ。ただ一つの結束なき力とはこうして打ち破られる。連携の要については共に習ったのにな、大部隊長。おかしいだろうが、なんでこんな都合よく。そうだ、てめえらどうして焦りもしねえで落ち着いて。文句をほざく暇があるなら、のろまの頭脳を恥じたらどうだ。そのようなもの端から予定通りだからに決まっている。はあ、窃盗の企みもギルド会議の襲撃も無行がつまびらかに暴いていたのだ、第二部隊長。
そこの隊長は国宝を盗む隙を与えた。術式無効の魔導生物を奪えるプランを引いてやった。最も懸念とするだろう禁絶も弱体化に見せかけた。臆病で欲深な貴様をこれで勝てるとおびき出すための伊豆宮国全体を巻き込んだ騒乱芝居、特等席で楽しんだかな、主役殿。一応言っとくけど、合流予定の亡命先の連中ももう逃げてるぞ。だよな。ああ、第二部隊長がここに来た時点で待機していた無業が追い払う段取りになっている。まだ我々に他国と公に事を構える準備はない。今できるのは内部の汚れを出して片付ける清掃くらいがせいぜいだ。うるせんだよ。これで勝ったつもりか。誰が今何を持ってんのか忘れたか。あ、やってやる、やってやる、抜いてやる、ぶった切ってやる。俺にはこれが英雄の力が。はあ、なんだ、力が。重いと言ったな。手に取る意味を知っているのか、友藤太。真実と嘘の剣、おいそれと扱える代物ではない。世を変え壊す、無に足らんとする意志、それ以外の全てを投げ出す虚無なくして抜くことすらもできん。逆に奪われるだけだ。そんな俺はこんなところでまだ。ごめんなさい、ごめんなさい、俺が悪かったです。団長だから殺せない。よかったな。人は英雄になどなるものではない。君はまだ人のままでいられるのだ。意外だな。今度は切らないのか。正義のギルドの王さ、ブレードライツ騎士団団長。正義とは悪を切るばかりではあるまい。第二部隊長が範囲を抱いたのも他国にそそのかされた以上に不甲斐ない俺にも責がある。許すなどと言える口ではない。ただ彼の罪を共に背負い、この先の未来に連れていく。それが俺の団長として果たすべき役割だ。いいと思うよ。最後にはそいつ反省するところも見せてた。まだこっち側に戻るつもりがあったしな。それに結果的に今回の騒動のおかげでできたこともある。魔導生物を街中に出してみんなで討伐したんだけどさ、あれで体を動かしてすっきりしてたよ。復興の鬱憤を晴らして心の清掃ができたって感じだ。うむ、マギス高潔会としても
残留魔力問題の解決と貴重な実験記録が取れた。騒乱前ならまだしも、今の泉谷国ではできなかった。何よりギルド長が集まっての祭り、いや釣りなど面白いに決まっていたからな。ニコラ・アデル、エレノア・グローリア、あとはそうだな、今回の判断でまた厄介事がありそうなら言ってくれ。近郊のギルドの宗主はそういう手伝いもするんだよな。ナギス高血界の魔導と知恵がいるならば、今後も必ず声をかけろ。稀有な実験の機会絶対共有するように。分かったか。心から感謝する。俺はいい仲間を持った。分かりきったこと言うな、時間の無駄だ。さまつも片付いたところで、今度こそ始めるとするか。イズニア国の明日をいかに輝かせるかを話す、お楽しみのギルド会議の本番を。かつて偽りの平穏は騒乱の炎に燃え落ちた。多くのものが失われ、取り返しのつかないものが消え、刻まれた痛みは忘れきれず新しい。それでも今のこの国は真実の平和を目指して進んでいる。というわけでだな、私は次回の課題に水路改築を提案する。あのさ、意味も理由もわかるんだけど、その計画俺とかセタスのとこの負担が多すぎないか。適材適所の仕事こそ連合を組んだ意味というもの。ついてはだ、肉体労働、雑用もろもろありがたく受け負え。おう、そちらには美しき知恵を頼む。やれやれ。水は清く、傷ついたものを包み込む。抱えた汚れを優しく落とし流していく。日々は続く、この先も生きる。皆で立ち上がり、同じ方向へ共に歩む。一つ一つの輝き、小さな雫を束ね集めて、大河となすように。